ニノと申します。はじめまして、では今回初めてクリスマスの夜にというゲームを投稿させていただきます。では早速始めていきましょう。もうすぐクリスマスですからね。ヤマト、すっかり遅くなっちゃったよ。いいか、帰ったよ。あれ、いないのかな。もう主人公はこの男性ということで、早速やっていきたいと思います。まずちょっとした私の自己紹介から参りますと、性別は女性、年齢不詳、他に教えることは何かあるかな。まあいいか、今日のこと忘れちゃったの。忘れてはないんだよな。男性はこういう時大変ですね。何事、リカは家にいないのかな。靴もないし、リカに電話してみよう。電話してみようか。多分私が男性だったらこういう時は電話しないかな。ガチャ。 PC の画面には12月25、23時10分と大きく書かれている。あー、11月25日、あ、クリスマスが終わっちゃう。悲しい。楽しい時はすぐ過ぎ去っていきますからね。皆さんもやりたいことがあるんだったら、人生一度きりですのでやっておきましょう。クリスマスツリーが輝いている。リカが全部飾ってたっけ。あー、何もないな。はい、光ってる。洗濯物の山、間に合わない。これは確かに山だな。これは誰だと。なんか可愛い色のボトル。今回はもう特になさそう。あ、かわいい。今日の約束覚えてる？覚えてるよ。ちょっと遅くなっちゃったけど、いつもそうだよ。約束するといつもこう。仕方ないだろう、仕事なんだから。リカだって働いているんだ。年末が忙しいのはわかるだろう。いつも仕事仕事って。私と仕事どっちが大事なの。はあ、仕事に決まってるだろう。リカだっていつも仕事優先してって言ってるじゃん。それは口だけだよ。それになんでリカ家にいないの。リカこそどうしたんだよ。やっぱ分かってない。本当に女心分かってないな。怖い。とりあえず電気のスイッチ確かこれ。え、なんでつかないの。暗いのとか苦手なんだよ。電気が外に出るんだけど開かない。嘘でしょ。この回何もなかったからに。あ、なんかいる。太郎、唯一の和みじゃ。ペットは必要だよね。12月2日、今日は帰ってこなかった。12月3日、今日も帰ってこないと思う。携帯も繋がらない。忙しいんだな。12月5日、今日は帰ってきた。たくさん話をした。でも目は笑ってない。最近いつもこう口元は笑っている。優しくしてくれる。でも目は笑っていない。12月10日、結構飛び飛びだな。お仕事忙しいんだよね。分かってるんだけど。あー、女子の気持ち分かる。引き出しには鍵がかかっている。開かない。そりゃそうだ、何もヒントもまだ得ていない。私、一人用のベッド。ホタロ、え、あー、こういう人形とかも嫌。これが一体何だっていうんだ。これがヒントなのかな。謎
か忘れている気がする。何を。あれ、小太郎どこ行った？小太郎。これは誰の部屋だ。聞こえない。鍵がかかっている。この鍵がかかってる時の音めっちゃ怖い。あ、扉の鍵を見つけた。どこの扉だろう。あ、いたー、コタロー。コタロー？タロウか。勝手にコタロウに名前変えてた。何を忘れてるんだ？そんなこと言われても私は何も忘れてないよ。扉の鍵。扉の鍵。扉の鍵、洗濯槽の鍵、扉の鍵、絶対に、あ、もしかして玄関で内側から鍵が開けるわけないか。そりゃそうだ。ここか、ここ開かなかったんだ逆に。さっきまで開いてたよね。おかしい。赤かける茶プラス黄色。赤かけ、ちょっとメモメモ。メモしないと。赤かける。よいしょ。赤かける茶足す黄色。よし。これはきっと先ほどのクマのことでしょうか？ねえ。のことだよね。赤かける赤が1。茶と黄色って言ったよね。青なんだけどな。じゃあ別のもの？別のもの？赤かける茶足す木。茶足す木って。同じ色やん、ほとんど。茶色も。黄色？この床の色だとするじゃん。木って何？木って。赤足す。赤かける茶色。でもこのマス数えることないよね、絶対。マスは数えないでしょう。ちょっとこれ動画見てる方、ごめんなさいね。私頭があんまりよろしくないので、ちょっと時間がかかってしまうことがあるかと思われます。赤かけるチャータスキーだよね。ちょっとさっき小太郎って読み間違えてたから、また実は青色だったんじゃないかなとか思ったりしたんだけど、全然そんなことなかった。難しいよ。こんな最初でつまずいてるよ。登場人物マフラーそろそろ取ったらどうかな。これは一体どうしたらよいのじゃ。ここでちょっと一瞬。なかなかヒントが。その数がこの引き出しに入るっていう寸法のはずなんだけど。とりあえずやってみる？赤が1。茶色。茶色。赤かける。茶色。マスにいるやつとか。赤が5体かける茶色の部分に、1、2、3、4、5でしょ？足す黄色いのが1、2だから、25足す2、27？
のピンクが何だったんだろう。27だったら0027でいいのかな。あ、来た来た、こっち、こりゃ来たの。小さな鍵、これがじゃああそこに行くわけだ。ててててててて、え、何の音？無理そういうの。これは、あ、ブロックとかアイテム。理科怒っているのだろうか。怒ってるよ、それは。怒ってなかったら。あ、そろそろ作業したのか。あ、よーし、上に行くぞー。太郎。え、あれ。大丈夫？ヤマトくん。かわいい、めっちゃ。なんだこの、晴れ着みたいな。気がする。後にしよう。え？表通り行ったことないけど、表通りの雰囲気にそっくりだよ。うわ、うん？しっとりした髪。私の髪には必要だけど、はあ、ハエがたかってる。アイテム、気の続きかもしれない。アイテム使えないんだよね。どうしたらいいかな。セーブとこ。でもって、そんでもって。ヒグマに大切なもの、大事なもの、赤のヒグマ、赤いクマと黄色いクマはいたけどね。ここは屋上へ行く扉だ。はあ、行きますか。アイテムから。テレビのそばにメモがくっついている。 I was later for the appointment。 はぁ、英語苦手。なにこれ。遅かった、アポイントのために。寂しいな。リカ、早く帰ってきて。聞こえてない。二次元にいるってこと。知
取りした影に影を踏む。12月25日、約束の時間は19時半頃にした。でもいくら待っても連絡もなかった。やっぱりダメだ。諦めないで。これで一体どうなるんだ？しっとりした髪につなぎ合わせたけど、この熊に何かあんのか？話しかけられない。話しかけられない。でも時計の音って嫌いなんだよね。太郎。なんだこれ、ワイン？さっきまでなかったよね。こういうの本当に本当にホラーゲーム苦手だけどやりたくなるんだよな。太郎、何のためにいるんだお前。なんかの役に立つのかな。この後どうするんだろう。さあまた視聴者の皆様のイライラタイムがやってまいりましたが、難しい。私にはレベルが高すぎたかな。そういえば電話があったよね。なくなっちゃったな。電話かけたらまた違ったのかな。あー、やっちゃった。かけとけばよかった。やっぱりあっちから連絡が来るのを待つよりかける男の方がいいよね。あ、洗濯物のキラキラもなくなってる。これ以上どこを探索すればいいんだろう。いや、リカさんいたけど、いたけどさ、いないんだ。あっ、裁縫セットを手に入れたよ。何を縫うんじゃ。これは下着。でも何も別に裁縫するようなものないよね。クマとか？クマとか？クマとか？この部屋も特に修理するものなんて何もないしね。クマも別に壊れてないし。持ってないから何にもないと思うんだけどな。うん、難しい。ここから私に一体どうしろというんだ。私何を手に入れたんだ。まだ間に合うと小さく書いてある楽器。ついに来た。ちょっと出せよしよう。さて、この鍵を一体どこで使用するかというとですね、やはりこれは屋上でしょう。マジか。ちょっとヒントなんでさ、リカ早く帰ってきて。
超えてないっていう時のこのヤマト君の表情、嬉しそう。あー、ここからなんだよね。じゃあアイテム的にはまだ間に合うと小さく書いてある鍵、まだ間に合うんでしょう。キャビソンの時間はとうに過ぎてしまっている。難しいんだよね。まだ間に合う、まだ間に合う。19時30、まだ間に合う。19時29とか。違う。さっきの数字。違う。さあどうする？さあどうする？まだ間に合うって言われてるけど、何がどう間に合うのやら。の花は？これが意味わからんよね。なんで通り風になってんだろう。おう、おう、かぶっちゃった感じか。他に裁縫セットで破ける子いないよね。もうないか。あ、なるほどね。赤いところにいたキグマ太郎は結局何だったんだ。癒しスポットか。難しいよ。ここからどうしたらいいのかわからないよ。クリスマスツリー、まだ間に合う。12月24とか。でもそれじゃあしっとりした、しっとりした髪の意味ないよね。しっとりした髪の意味を考えれば、ここはじゃあ純粋に19時30。開いたー。あれ、もうクリアしちゃうのかな。ヤマト君大丈夫？あれ、ヤマト君帰ってくるなり、いきなりここで立ち尽くしちゃって。え、立ち尽くしてたの？そうだよ。そんなことよりお帰りなさい、ヤマト君。あ、うん、ただいま。そうだ、リカ。なに？いつも心配してくれてありがとう。我慢ばっかりさせてごめんな。いいじゃないですか、大切さを知ったら。お、かわいい。メリークリスマス、リカ。いいですね。私は広い心で受け止めますよ、リア充も。ヤマト君は今日心から嬉しそうです。大変楽しそうだった。あんな顔を見たのは本当に久しぶりだ。これからもっと大変なことがあるかもしれないけど、二人なら乗り越えられる。メリークリスマス。おう、これは一体超早い。あ、これ早送りできる。早送りしちゃおう。すごーい。1回目にしてクリアしてしまったという。続くからーっていうのもできるんだね。でも特に何もなさそうなので、特に何もなさそうなので終了。はい、というわけでクリスマスの夜にこんなにも簡単にクリアしてしまいました。
いや、まさか30分以内に終わる素敵なゲームだとは思わず、まあ皆さんもこんな風に改めて相手の大切さを知っていただきまして、この聖なる夜を過ごしていただいて、まあ家族でもね、恋人でもね、お友達でもいいですが、愛を感じて生きていきましょうということで、初めての昨日投稿これにて終了させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。